全国の都道府県本部代表幹事長の皆さん、連日の猛暑の中、統制拡大に向けた戦い、本当にありがとうございます。先の参院選では、皆様の奮闘もあって、7選挙区全員当選、比例区6議席を勝ち取る大前線の結果を残すことができ、与党としても、 改選過半数を大きく超える議席を確保することができました。選挙戦の最終盤には、街頭演説中の安倍晋三元首相が教団に倒れるという信じ難い事件が起きました。民主主義の根幹である言論を暴力によって封じる暴挙は断じて許されません。公明党は暴力に屈することなく民主主義を断固守り抜く。 この場で改めて確認をしたいと思います。また政府には9月27日に行われる国葬について国民の理解が広がるよう丁寧な説明を求めたいと思います。参院選で与党が多くの議席を得たのは社会を一変させた新型コロナウイルスの感染拡大や国際秩序の根幹を揺るがす ロシアのウクライナ侵略、さらに物価高といった内外の難局が押し寄せる中、自公両党による安定した政治の下で、課題解決に向けた政治を着実に実行してほしいという国民の思いが現れた結果だと受け止めております。その期待と責任の重みを肝に銘じつつ、盤石な政治基盤を生かして、公約実現に邁進し、力強く 日本を前へ進めてまいりたい。来年4月には統一地方選挙を迎えます。地域の発展へ党の揺るぎない基盤を築くためにも何としても勝たなくてはならない戦いです。さあ皆さん、まずは今年9月の党大会を目指し、政策実現と 党勢拡大に結束して取り組む決意を新たに勢いよく出発しようではありませんか。今年9月13日には公明党の前身である公明政治連盟の第1回全国大会で党創立者である池田大作総科学会名誉会長が大衆とともに との立党精神を示されてから、60年の節目を迎えます。大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆のために戦い、大衆の中に入りきって、大衆の中に死んでいく。死んでいっていただきたい。この党創立者の訴えは、2年後の公明党決闘に際しての、党の根本指針としての綱領に、大衆とともに語り、 大衆と共に戦い、大衆の中に死んでいく、との立党精神が明記され、公明党議員のあり方を示す普遍の原点として今日まで受け継がれてきました。立党精神に込められた思い、それは庶民の声を代弁する政党、政治家はいないのか、という庶民の悲痛な叫びであり、大衆直結の政治を貫いてもらいたい、 という切実な願いと期待、すなわち、厨房にあります。当時の政界は、自民党と社会党による55年体制のもと、イデオロギー対決に終始し、優先されるのは大企業や労働組合の利益ばかり。また、我が国は高度経済成長期に入ったものの、大衆福祉の充実は後回しにされ、庶民は政治から置き去りにされていました。 その中にあって、庶民の声を一つ一つ丁寧に拾い上げ、公害問題の解決や義務教育の教科書無償配布の実現など、大衆福祉の政治を表舞台に押し上げてきたのが公明党です。この立党精神を体現する普段の戦いこそ、公明党の誇る,誇るべき伝統、歴史であり、公明党の存在意義なのであります。 今日、連立政権の一翼として公明党は立党精神を胸に、庶民の声を政権運営に生かす重要な役割を果たしています。自公両党が20年にもわたって政権を維持できたのは、庶民目線を軸に政権運営のアクセル役とブレーキ役を担う公明党が政治の安定に寄与しているからに他なりません。 中北浩二一橋大学教授は、連立与党としての公明党は、野党時代とは違った形で、日本政治に安定の契機を与えている、と評価の声を寄せています。内外の難局が同時に押し寄せる今日ほど、立党精神を体現する戦いが重要な時はありません。苦難に直面する庶民に徹して寄り添い、 その声を政策として実現していく政治の力が何よりも必要です。党創立者は厚生連第1回全国大会で公明議員のあり方について団結第1、大衆直結、たゆまざる自己検鑽を強く訴えられました。その具体的な実践の核となるのは生活現場の課題を的確に把握し、 議員同士の団結で解決に導く、生活現場で小さな声を聞く力、ネットワークを生かした政策実現力に他なりません。この二つの力を存分に発揮して、公明党が危機打開の先頭に立ち、国民の不安を安心希望に変えていこうではありませんか。今、新型コロナは感染力が強いオミクロン株の派生型、 BA.5 の流行によって感染拡大第7波に突入しました。医療提供体制を強化するとともに、BA.5 に対して重症化防止に有効なワクチン接種を加速させなければなりません。特に日々の感染者で、えー、占められる割合が高い若者世代の3回目接種の推進は急務です。 また、重症化リスクの高い人と接触する機会の多い医療従事者や訪問系を含む介護従事者、障害者施設の職員などの4回目接種にも万全を期す必要があります。物価高対策では、政府与党が講じた石油元利への補助金が効果を発揮してガソリン価格は抑制され、 公明党が主張してきた1兆円の地方創生臨時交付金の活用で、地方自治体では給食費や水道料金などの値上げ抑制などの対策が前進しています。今後は公明党の主張で積み増しされた予備費を活用して、電気代などの値上がりを抑えることに加え、肥料や飼料の高騰などで生産コスト増にあえぐ農家への支援を強化すべきです。 さらに公明党は物価高を乗り越え、経済再生を成し遂げるためにも、持続的な賃金引上げ税制、補助金を総動員するほか、最低賃金の引上げが進む環境づくりを強く後押ししていきます。我が国の出生率は6年連続で過去最高、最小を更新し、少子化対策は待ったなしの課題です。 安心して子供を産み育てられる社会へ、子育て支援と国家戦略、子育て支援を国家戦略と位置づけ、充実させなくてはなりません。公明党は出産育児一時金の大幅な増額や、奨学金の拡充など、結婚から妊娠、出産、子供が社会に出るまでを一貫して支援する子育て応援トータルプランを年内に策定し、 具体化に全力を尽くします。ロシアのウクライナ侵略など、激変する安全保障環境の中、国民の命を守り抜くには、日米同盟や我が国の防衛力を強化して抑止力を向上させるとともに、紛争を未然に防ぐための外交を充実させなくてはなりません。一方で、防衛費の急激な増額などには懸念の声があります。 政府は年末までに国家安全保障の基本方針となる国家安全保障戦略など3文書を改定する方針ですが公明党は政府や自民党との協議を通じて国民の理解を得られる内容にしていく決意です核廃絶への取り組みも重要な課題です NPT 核兵器不拡散条約と核兵器禁止条約が 互換関係にあることを踏まえ日本政府は核保有国と非保有国の橋渡し役を担い中長期的には核兵器禁止条約を批准できる環境を整えるべきだと考えます核兵器が再び使用されかねないリスクが冷戦後でも最も危険なレベルまで高まっているとの懸念の声が強まっており8月1日から開かれる NPT 再検討会議や 来年の G7 広島サミットなどの国際会議の場で核軍縮から核廃絶への流れが加速するよう期待したいと思います統制拡大に向けてはこの夏に党伝統の夏季議員研修会を各地で開催します立党精神の意義を再確認し議員力をアップするための研鑽に励む期待の場にしてまいりたい 統制拡大の要定は常に現場です。これまで公明党議員が取り組んできた訪問対話、街頭演説、地域の実績づくり、公明新聞拡大の4つの機関活動に一層力を入れた上で、さらなる取り組みとして議員の個人人脈で恒常的に公明党を支持してくれるアクティブサポーターの拡大に総力を挙げたいと思います。 また無党派層など、幅広い層に党理解を広げていく上で、手軽に記事や情報を送ることができる公明新聞電子版と SNS の活用は大変有効であり、全議員がこの夏、活用方法をマスターしてもらいたいと思います。今年後半も9月のの沖縄統一や冬の茨城県議ななど重要な 地方選が目白押しです全ての選挙で全員当選を勝ち取り、連続勝利で統一地方選挙の勝利に弾みをつけたい。さあ、皆さん、今こそ全議員が総立ちとなって、地域から統制拡大の大波を起こし、立党精神60年の意義深き党大会を、揚げしの中で迎えていこうではありませんか。私自身、先頭に立って戦います。 皆さん頑張りましょう勝ちましょう